皆さんこんにちは。函館観光大使の佐藤真美です。突然ですが、モルックというスポーツをご存知でしょうか？実は来年2024年8月にここ函館で世界大会が開催されるということで、函館ではにわかにモルックが熱いんです。というわけで今日は函館のモルックチーム北斗星のお二人に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらがモルックという、スポーツの道具をまずじゃあ紹介させていただきたいと思います。はい、モルックっていうのはこちらのモルックセットにはこのスキットルという番号の書いたこういう棒が12本入っています。1から12まで、1から12までですね。はい、それとこちらがモルック棒、これがモルックって言うんですよね。あー、これ自体がモルックって言うんだ。はい、とモルッカーリという、投げる位置を決める、そういうラインみたいな役割をする棒が、こちらが3つ3セットで、1つの、モルックの道具になってます。これだけでモルックは、はい、あとは場所があればモルックはできるということになってるんですけども、はい、今日はあの芝生ですけれども、はい、あのコンクリートとかでもできるんですか？そうです、まあ、コンクリートとかあんまおすすめはしないんですけども、うん、基本あのサッカーグラウンドみたいなグラウンド、土のグラウンドやちょっと小さい砂利がこうあるようなグラウンド、フィールド、うんうん、とあと芝、うん、フィンランドなんかではやっぱり芝での戦いとかが多いんですけども、うん、モルクの特性上やっぱりそういうグラウンドの方が、投擲がちょっと狙えたりとか、その先の転がりを判断できたりとかっていうので、うんうんうん、そっちの方がやっぱり好まれるというか、世界大会とかはそちらで行われることが多いですね。なるほど、はい、どんなルールなんでしょうか？はい、モルックのルールというのは、この棒をまずこのスキットルを決められた12本の位置に並べてもらって、はい、それに向かって投げます。 3.5 メートルの距離から投げます。ちょっとなんか並べていただいていいですか？そうですね、イメージできるように。1本倒すとそこに書いてる数字が点数になって、これ2点、はい、で2本倒れちゃうとこの本数が点数になるので、うん、それでゴールが50点ぴったりで勝ちになります。なので、じゃあ、はい、今の例えばこう2本倒れたら、はい、これは6点ではないってことですか？そうなんです、2点です。棒が倒れていくたびに、はい、その倒れた位置から立ち上がって次の人が投げるということが、でどんどん棒がどん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 遠くにこう広がってって、最終的には10メートル先とかになります。そんな飛びます？飛びます。基本的には50点先に取るというゲームなんですけど、うん、そこに細かいルールがちょっとずつこう組み込まれてるって感じですね。これはね、はい、今日は実はあの加藤さん、はい、函館観光大使 で、林さんがあの北斗星というレストラン の、はいはい、あのシェフなんですけれどそもそもモルックをスタートしたきっかけっていうのは何だったんですか？はい、ですね、スタートしたきっかけっていうのは、ちょうど去年僕が、病気で入院してしまって、はい、貧血がすごくなっちゃうような病気だったんですね。うんうんうん、でそれで病院にいた時に、ちょっとテレビ番組とかでモルックということを知って、やっぱ体を動かしたいってなった時に、サッカーとかバスケットボールとか走ることができないってなった時に、頭脳と手のここだけでできるスポーツということで、で日本でこうじわじわと来てて、しかもさらにそれを知って面白そうだなと思ってやってたら、来年なんと世界大会が函館で行われるということがあって、まあ偶然に偶然がこう重なって、あのちょうど1年半ぐらい前から僕はそのモルックの体験会みたいなことをちょっとちょっとしたイベントでやったりとかはしてたんですけども、その中でバーの友達であるマスターである林さんに、こういうスポーツあるんだけどやってみないかって、きっと適性があると思ったんで、うんうんうん、なんか結構バスケットボールとかダーツとかが好き で結構優秀な成績を収めてたので、これは適性があるだろうと思って誘ったらまんまとドンハマりしてくれましたね。林さんはモルック歴どのぐらいなんですか？多分8ヶ月とか。そうですね、去年初めてちょっと触れて、うんうん、で今年の4月雪が溶けてから本格的に練習を始めたので、僕たちもまだ言うたら半年ぐらいですね。はい、林さん、モルックの魅力って何ですか？難しいですね
結構勝敗がしっかり分かれるのと、うんうん、勝ち負け決まるじゃないですか、うんうん、あとは誰にも邪魔されない、例えばバスケで言うとフリースローみたいな、うんうんうん、自分さえしっかりやれば相手に負けることはないんですよ、うんうんうん、だから結局実はこれってスポーツなんですけど心がすごく高まってくるの で、自分との戦いだ、なんだろう、すごくこう自分を見返すスポーツというか、決して力がいらないので、うんうん、これで女の人とか おじいちゃんおばあちゃんとかでもみんな同じレベルで戦えるスポーツって、うんうんうん、投げるだけですもんね、割とスポーツでは結構少ないかなと思うんですよ、でまたね、そういうことが病気になって、で、まあ、誘ってくれたしやるしかないでしょっていう感じで始めたらこっちの方がハマるっていう、なるほど、はい、まんまと、そうなんですね、まんまとです、まんまと、はい、これ北斗星のユニフォームですよね、はい、そうなんです、チーム北斗星という今メンバーが8人いるんですけど、あ、そうなんだ、そのバーの常連さんで構成されてて、はい、でバーのお客さんがスポンサーです、あ、それが本当にこうやってスポンサー名としてサッカーチームみたいに入ってるんだ、そうなんです、へー、すごいですね、なんか地元の人たちに応援されてるなっていうのが分かりますね、そうですね、もうこれは林さんの人徳で全て獲得したスポンサーになってます、このおかげで僕たちはエントリー費とかこういう道具なんかはスポンサー費で買えてるので、うん、うわ素晴らしいじゃないですか、セミプロみたいな気持ちでやってます、すごい、はい、その分プレッシャーがひどくて大会では大した結果残せてないですあのプレッシャーがすごくてもう手が震えちゃうんですよね、もう、じゃあこれまでも大会に出てるんですね、出てますよ、言いたくないですけど、あ、それはなんか林さんも出てるんですか、一緒に出てます、結果が残らないんで、うん、あただこうしてやっぱり YouTube とかテレビ番組とかそういうのにこう呼んでいただくことで僕たちは活動しているということを胸張って言うことで貢献しているつもりでやってますから、大事ですよ、はい、大事ですよ、まあ、これから力もどんどんつけて優勝を目指してやりますけど、はい、ちなみに来年の世界大会にも出場エントリーする予定です、はい、ただ世界大会といってもその日本代表として出れるかどうかはまた別なんですよ、うんうんうん、日本代表になるためには年間のモルク協会があの付与しているポイントがあって、それをちゃんと取った人が国別対抗戦という日本代表として出られる、世界大会に出るのは言うたら誰でも出れるんですけども、うんうん、エントリーさえで通れば、はいはい、うん、なので世界大会に出たと日本代表というのはまた別の話であって、っていうところがちょっとまたそういう規定がいろいろあります、ね、なるほどね、はい、あの聞くところによりますと水曜どうでしょうの藤村さんがこ の、はい、モルックにね大変ハマっていると、お聞きしております、聞いております、はい、でモルック業界では、ま、あのそれが結構有名になっていて来年の世界大会もチーム藤村は出るというふうに聞いてますので、はいはい、あの私は今回初体験となるんですが、うんうん、ま、なんか非常に面白そうだなというねワクワク感がありますので、はいはい、出るかどうかはさておき、今回 の撮影のテーマは打倒藤村っていうことで、はい、このモルックに臨もうと思ってました、わかりました、じゃあその気持ちを組んで、はい、ビシバシ指導していきますので、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、結構遠いね、下投げしか上から投げちゃダメ、当たる気がしません大体320から380グラムぐらいが平均なんですよね、あ、これの棒の重さが決まってないんですよ、あ、そうなんだ、木によって個体差があるので、へー、これ当たるの最初当たりました当たりませんでしたね、当たりませんでした、なかなか確実に当てるのはすごく難しい、こういうことですよね、そうです、当たったらすごいです、上投げ禁止なんで下から必ずアンダースローで投げてください、ね、よし、記念すべき人生一投目、あそこにねちょっと GoPro がありますからねあの GoPro に当てないようにしないといけないというね、はい、それでは佐藤真美初のモルック体験、人生初の1投目です、参ります、おお、すごくないですか、いやいやいや、これはちょっと11点です、すごい、やったすごい、これだけですね、重なってしまっているのでこれは NG で、これが得点になります、すごい、自分でびっくりしてる一番すごいね、さすがですね、で起こし方があるんですよね、そうですね、起こし方は地面についた
ところを軸にこう立てて正面を向けるというのが一応ルールになってまして、で重なった部分はここに当てながらこういく感じですかね。割と厳密で、へえ、あで正面に向けるんだ。結局ルールでこう持ち上げちゃうとこれもう反則みたいになっちゃうので、どうですか？いや、すごいです、かなりすごいです。初めての投擲で11点出す人はもう多分 2% ぐらいですねいやもうこれ今完全打倒藤村のね文字がねここにねシャキーンって出ました。出ましたね、はい、見えました、勝ってる絵が見えましたねこれはメンバーに入っていただかないと困りますね北斗星に入りますから函館もだっていっぱいチームあるわけでしょ。いっぱいありますね、もう何十チームもあります。公式団体はまだ数えるほどなんですけども、まあ個人的にやってる方々はいっぱいサークルでやったりとか、まあ団体でやったりとかっていうのは、ただまあ登録してるチームとしてはまあ6チームぐらいですかね、5、6チームですかね。でもみんな仲良く本当に和気あいあいとやってますね。じゃあちょっと2投目行ってみましょうか。じゃあ僕がじゃあ行ってみます。まあこの場合、まあ解説をすると5か3が出てて一品狙えるのは5か3なんですよ、うんうん、だけどもやっぱり束になってる方が得点が高いので、今はそのガシャといって塊を倒してしまうというのが一番高得点を狙えるので、まずは2を軸にそこの塊で10点、ないしは飛んで3が倒れて11点に追いつくというのが一応スタンダードかなと思います。じゃあガシャを狙います、はい、あこれがミスですちょっと加藤さん、加藤さん、今さっきまでもうめっちゃ喋ってて、はい、あのモルックの解説もバッチリだったのに、はい、一個も当たってませんけど。おかしいですね。いや面白いですね。もう今のでミスなのでゼロ点。最高の展開です。はい、次マミさんの番です。本気でやってますから。これもう函館観光大使対決ですよね。そうですね。気づくと。あ、すいません、忘れてました。何者でもないやついるよじゃあこれ私もガシャを狙った方がいいってことですね。そうですね、はい、いきます。あ、跳ねるんだ。そうなんです、芝はバウンドが強いんですよ。なるほど、はい、加藤さんも跳ねましたもんね。僕はそうですね、跳ねましたね。あ、そういうことか。あそこに届けるってことがまず大事なんだな。はい、じゃ二投目をじゃあチームで、急にチーム、はい、選手、はい、選手で一回うちのチームはミスしてるので、はい、次ミスしちゃうとちょっとやっぱり3回ミスすると0点になってしまうので、はいはい、これはまあ軽くあそこのをまあ失敗しないようにいこうと思います、はいはい、失敗しないようにお願いしますね。いやすごいなそれ。3投目ってことなんですね。ちょっと変なフォームで投げるんで。あ、2投目2投目ですね。2投目ですね。失敗しないようにっていうことで投げましたけど、失敗しちゃいました。失敗しましたよえ、おい、そんな顔で見えないこれがモルックの面白いところなんですよ。なるほどなるほど、はい、そうですよね。こういうことがあるからモルックはやめられないという、はいはい、そういうことです、それを今実現してます、はい、具現化してます。じゃあマミさん3投目僕たちこのまま0点で負ける可能性ありますかこれで次もし当たらなかったら、はい、50点いかなくても私の勝ち。50対0で勝ちになります、はい、いきます。おお、これは何点。いいですね。1個だけ倒れたけど、これ何点ですか。こちらは7、はい、7ポイント。おお、合計で今18ポイントになってます。18対0です後半はやっぱり散っていくともうそこを狙っていくしかないので、じゃあこれはまあ絶対にミスれないショットなので、はいはい、チーム北斗星の名にかけてこれは絶対にミスれないショットですので前振りがね2人ともすごいご立派なんですよ、はい、慎重にいきますね、はい、あいつやばいやばいやばい、おー、取ってる。